ただコルシカ独立戦争は、1729年12月に、ジェノバ共和国に抵抗する農民反乱が起こったのを契機に、1769年6月までの40年間に、わたって、コルシカ人が、周辺諸外国の干渉と戦った、独立戦争である。別名で40年戦争とも言い,い、啓蒙思想家、ジャンジャックルソーが、ヨーロッパで唯一、 立法可能な国として、コルシカ島を名指しして、有名になり、後には自身でも、憲法草案を起草するなどしたことから、コルシカ革命とも呼ばれる。ジェノバとの闘争は、途中に、テオドールドのイホフのコルシカ王国の成立を挟むが、ジェノバから領有権を購入したフランス王国の侵攻により相手を変え、第四次法規で成立したコルシカ共和国に対して二度目の、 フランスの侵攻があり、ポンテノーボの戦いに敗れたコルシカはフランスに併合された。バスティアにあるサンピエーロコルスの銅像地中海にあるコルシカ島は周辺諸国の係争地であり、古くはバンダル族や東ゴート族からバイキングやムーア人など様々な侵略者を経験した。1195年に、 ジェノバ共和国の植民地となり、サンジョルジョ銀行による支配は5世紀に及んだが、その間に、ジェノバの都市療法は衰退していった一方で、コルシカでは、島民が共有する言語、文化といったアイデンティティが、徐々に形成されていった。ただしこれは、不完全なもので、北部、バスティアを中心とする、ロマンス諸語文化圏、中部、アジャクシオを中心とする、トスカーナ語文化圏、南部、 ボニファシオを中心とするサルデーニャ五文化圏の三つに分かれていて、これが結局はコルシカ人の一体化を阻み国民意識の形成を阻害することになった。一方、コルシカ島はヨーロッパの国際外交にも翻弄された。イタリア戦争に中立だったジェノバが巻き込まれたことで1553年コルシカ島にフランスオスマン帝国の連合軍が上陸した。ジャノバは 組織的抵抗ができずに、北部の都市は戦わずに降伏し、南部の都市はオスマン軍の激しい略奪を受けた。フランスの部分支配は1559年まで続き、コルテを中心に親フランス派を服従させていたが、結局、加藤カンブレジ条約で島がジェノバに返還されることになって撤兵した。再びジェノバに支配権が戻ると、彼らはフランスに協力した。 適正住民を弾圧し、反乱の目をつむべく圧政を敷くようになった。それで1564年、先の戦争で、フランス軍指揮官の一人だった、コルシカ人のサンピエーロが百数十名の仲間と帰国して反乱を起こした。これをサンピエーロの乱と呼ぶ。反乱はゲリラ戦となって長期化したが、 サンピエーロが妻を考察したことの報復殺人で身内に暗殺され指導者を失って収束した。反乱後の後輩したコルシカからサンジョルジュ銀行が手を引くと比較的緩やかな間接統治のもと約160年間のジェノバの平和という時代が到来したがこの平和な時代に島にも啓蒙思想が広まって次なる放棄の下地を形成した。 1729年12月、コルテで徴税をめぐる些細なトラブルをきっかけにして、農民反乱が起きた。ボートは治安部隊を撃退して、バスティアで略奪を働き、以後、40年間続く騒乱が始まった。ジェノバはすでに衰退して、反乱を軍事的に鎮圧する力はなかったので、ハプスブルク家のカール6世に派兵を依頼した。放棄側は、 聖職者の仲介で混乱を沈めると、自治組織を作って1730年に革命評議会を召集し、3名の代表を選んで、ジェノバと交渉させ、情報を勝ち取った。コルテニアルガフフォーリの銅像コルシカは独立に向かって歩き出した。国体は王政とするべきという意見が多かったが、国王としてふさわしい人物が、党内にはいなかった。近隣のナポリやシチリア、 サルデーニャの国王を兼ねていたスペイン国王カルロス3世にコルシカ国王にもなってくれるように要請したが外交情勢を鑑みて拒否された。国王のなり手がなく困っていた時に1736年3月テオドールドのイホフという一階の山氏があられて国王として迎えられた。彼はテオドール1世を名乗ったが貧しいコルシカに失望して 数名の摂政を任命して、島の統治を任せた後、11月には島を離れ、二度と戻らなかった。しかし、コルシカ王国は、型の上では、ヨーロッパ初の憲法を持つ、立憲君主制国家となった。1737年、地中海制覇を目指すフランスは、ベルサイユ宮殿に、ジェノバーの大使を呼び、独立の動きを見せた。 コルシカ島への武力干渉を打診した。ジェノバの了承を得て、同盟を結んだことから、フランスは派兵を決定し、ボア州白爵が率いる3000名がコルシカに上陸した。しかし最初の干渉は、ルイージ・ジャフェーリ、ジャチント・パオリ、ルーチェ・ドルナノといった摂政の抵抗にあい、司令官の病死もあって1738年に挫折した。四ヶ月後、 新たな造援4000名と共に新司令官として、武名な高いマイユボワ公爵が到着すると、フランス軍は巻き返し、ゲリラ戦で抵抗するコルシカ勢は、次第に鎮圧され、コルテに追い詰められた。コルテは降伏し、摂政たちは捕らえられたが、ジェノバイは引き渡さずに、ナポリへの追放が命じられた。1740年、オーストリア継承戦争が起こると、 フランスの関心はコルシカを離れた。マイユボワ元水もイタリア戦線に向かった。フランスとジェノバーの支配は沿岸部のみに限られ、コルテはジョバン・ペトルガ・フォーリが率いる独立派によって支配された。この感激をついて、リバローラというコルシカ人の導きで1745年、イギリス・サルデーニャ・オーストリア連合軍がバスティアを占領した。リバローラは サルデーニャ王に仕えていたので、ガフフォーリは警戒して共闘しなかった。しばらくして、連合軍が撤兵するとジェノバはバスティアを奪回した。ジェノバは再び激しい弾圧を行った。しかし1746年から、ジェノバ市は二度にわたって、オーストリア軍によって包囲され、本国が危機に陥った。この後期にガッフォーリらは放棄して、各地を解放した。 1751年、ガッフォーリは、全権を掌握して、事実上の元首となる、将軍という地位に就任したが、1753年に、ジェノバが送った資格によって暗殺された。モロザーリアにある、パスクワーレ・パオリの銅像1755年、パスクワーレ・パオリが、亡命先から帰国した。パオリは、将軍の地位を継承し、コルテ評議会に、 憲法草案を承認させた。この憲法はルソーを大いに刺激し、パオリの側近の依頼で別の憲法草案を執筆するに至る。その後、パオリはコルシカ共和国を宣言し、コルシカの独立派を再統合しつつ、破綻した島の経済を再建しようとした。ところが1768年のベルサイユ条約で借金返済に困ったジェノバは、 コルシカをフランスに譲渡した。パオリはこの条約の日を評議会で訴えて、喝采を受け、屈辱であるとして、フランスに宣戦布告し、前頭に警戒を発した。フランスは2回目のコルシカ進行を開始した。パオリは、ボルゴで小さな勝利を収めたが、フランス軍の司令官が土防白尺に変わると、総勢5万名の進行軍に追い詰められ、山間部に逃げ込む。 1769年5月7日、ポンテ農母の戦いで大敗して、首都コルテを放棄し、逃走。再びゲリラ戦に移行するが、パオリはポルト別キから、イギリス戦に乗って亡命することになった。ドボは6月21日までに、コルシカ全土を制圧した。40年の長きにわたり続いたコルシカ独立、戦争は、パオリの亡命によって事実上、終結した。 1770年、コルシカは正式にフランスに併合されて、その件となった。総督となったマルブーフ伯爵は、優和政策を進め、新仏派となったコルシカ人を優遇した。ナポレオン・ボナパルトの父親、シャルル・マリ・ボナパルトは、フランス側に転向して、マルブーフとは、個人的な信仰を持つようになった一人で、彼がフランス貴族の資格を得たことで、ナポレオンは、 フランス国籍を持ち、フランス本土の貴族の士官学校へ入ることを許されることになった。些細なことであったが、後世から見れば、これは結果的に皇帝ナポレオンを誕生させることになったという意味で、ヨーロッパの歴史及び世界の歴史を変える出来事になった。ありがとうございます。